皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はちょっとですね、緊急で皆さんと共有したいなと思ったことがありましたので、いつもの動画とはねちょっと違った感じでちょっとご報告しておきたいと思います。7月の7日、まあ、おそらく今日もしくは明日投稿、私ねこの動画は投稿すると思うんですけれども、このインスタ360の純正の見えない自撮り棒についていろいろとね、こんな使い方ありますよみたいな投稿をさせていただいたんですけれども、私の動画の視聴者様の AS さんという方からですね、コメントで今の最新型のこの見えない自撮り棒はねじって止めるタイプじゃないですよっていうのをご報告いただいたんですね。で、まあ、私の持ってるのはもう古い、もうそれこそ2年前ぐらいのものなんで、こうやってねじって止めるタイプのものなんですけれども、もう最新型のやつは違いますよというご報告いただきまして、私もいろいろ調べてみたんですね。そうしましたら、基本的にはちょっと大きさも少しコンパクトになって伸びる長さは同じぐらいみたいなんですけれども、こう引っ張って止めるタイプみたいですね。このように、まあこれ違いますけれども、こうやってギュッて引っ張ると止まる、2段目も例えば引っ張るとキュッと止まるといった感じみたいです。これはもちろんねじらないと止まらないですけれども、そういったものがねあるみたいなんですね。で、投稿欄の方にもちょっと書いといたんですけれども、いろいろ調べていったら、インスタ360の公式で売っているものに関してはその新しいものになってるっていう状態みたいですね。ただ Amazon とかあと楽天とかで調べてみると、同じ、基本的には値段は2000円から2500円ぐらいの間なんですけれども、この古いタイプ、こちらの古いタイプと新しいタイプがこう混同して、新旧混同してしまって販売されているみたいなのがありました。で、例えばコメントとか見てみると、新しいのが来ると思ったら古いのが来たとか、古いのが来ると思ったら新しいのが来たみたいなコメントもこうちょこちょこ見られますので、皆さんもしね、新しいのを自撮り棒を買いたいなって思った時にですね、まあこのねじるやつでいいよね、ねじるタイプで大丈夫だよっていう方は全然いいんですけれども、そうじゃない方、まあこうねじるタイプじゃなくてキュッと伸ばしたらピュッとストッパーが止まる、ストッパーで止まるみたいなね、このタイプが欲しい方、もちろん逆の場合もそうですよね。こうやってストッパーじゃなくてねじるタイプがいいんだよねっていう方、そういう方がですね、間違ってその自分が思っているものと違う商品を購入しないようにね、注意していただきたいと思います。本当にこれ AS さんからご報告いただかなかったら私は全く気づかなかったんで、非常にありがたかったです。で、ちなみに一応製品番号ちょっと確認してみたんですけれども、製品番号はちょっと私の方で、新型の方が CINSPHD でスラッシュで D.1 っていうものみたいですね。で、旧型、このタイプですね、このタイプのやつは前は一緒でスラッシュ D だけですね。なので旧型は D で、新型が D.1 みたいな感じになってるみたいです。なので、まあ製品番号を確認できるところから購入する。で、まあこれ故意なのかちょっとわかんないんですけれども、インスタ360のその新しい方の自撮り棒の画像を使ってはいるんですけれども、なんかこれ古いやつなのかな。例えば長さとかね、長さもねちょっとねコンパクトになってるみたいです。新型は23センチって書いてあったかな、5センチぐらい多分ちっちゃくなってるんですよね。なんで、で新しい画像を使ってるにもかかわらず、でこうセンチこう短くした時の長さを見ると28センチみたいに書いてあるので、じゃあ28センチだったらこれと一緒だよねって話になっちゃうんですけれども、ちょっとそこら辺はね確認をして購入された方がいいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとですね、まあ近々のうちに、まあ、これ
新しい、あの古いやつと新しいやつとですね、比較もしていきたいと、詳しくね、比較もしていきたいと思いますので、まあ比較するっていうことはですね、